ホトさんは釣りは趣味だと、釣り以外だと何か食べ物が本当意外とグルメですよね。本当に私はお酒が飲めないんで、うんうん、それで美味しいものを食べたいなっていうのはあります。どういうものが最近だとお気に入りですか？いや僕ね、何がお好きですかってよく聞いていただいても答えがないんですよ、うんうんうん、全部なんです。でね、うん、僕がどういうもの好きかっていうのを、うんうん、説明するとね、うん、美味しいおうどんとそうでもない蕎麦やラーメンだったらうどんが好きだけど、うん、普通そうでもないうどんよりは美味しいラーメンの方が美味しい、蕎麦の方が。だからね、おうどん好きですか？もちろん。お蕎麦はもちろん。スパゲッティはもちろん。だから全部好きなんだけど、じゃあ、どのお店のうどんが好きかっていうのは意外に、どのお店のスパゲッティが好きかっていうのは意外にこだわりあります。ちょっと待って、じゃあおうどんだとどういうお店が、もう具体的にもこれちょっと皆さん参考にする。あ、そうですか。僕が好きなおうどんはね、うん、お出汁が関西風、あるいは、うん、もうストレートに言うとさぬきうどんですよね。いりこ出汁でコシのある、うどんが好きです。でも畑さん、ほら松山出身でしょ。愛媛の今治。今治、うん、あそこでもさぬきうどん、さぬきうどんのお店もありました。うん、で博多うどんみたいに柔らかい系よりはさぬきうどん系のしっかりした方が。だってさ、妙なこと知ってるじゃない、小倉は白屋がうまいとかさ、パン屋ね。ああ、よくそんなこと知ってるなと思って。うん、小倉の白屋は僕博多に行ったらわざわざ小倉まで行って買って帰るぐらい好きでした。うん、そのさぬきうどんですけど、具体的なお店だとどういうお店が美味しいですか？ああ、これ難しいんですけどね、うん、具体的なお店、うんうん、例えばね、うん、結構好きな系統はね、錦糸町の五郎のおうどんコシがあって美味しいのと錦糸町まで行くの？あ、行きますよ、わざわざ。うん、あとね、学芸大学の温屋。ちょっと待って、学芸大学までわざわざ行くの？うん、温屋のうどんはさぬきうどん系っていうよりちょっとこだわりのある手打ち、ちょっと縮れた麺なんだけど、お出汁も美味しいし、そこ天ぷら美味しいし、あともう一個ね、行きやすいとこだったら、うん、新宿の麺通団、かつてはすごく美味しかった。なんかちょっとこのコロナの時にオペレーションなりなんか変わったのかななんだけど、うんうん、でも打ちたて茹でたての麺にありつけたら美味しいですよ。うん、そしたらちょっと待ってください。ラーメンはどこが美味しいですか？ラーメンはね、うん、僕品そば風が好きなんです、うん、昔風の、うん、昔風のね。うん、それで東京で未だに見つけられないでいます。あ、これはまだ創作中。うん、だから二郎系とか、うん、ああいうこってりしたのよりも、横浜家系とかいうのじゃなくて、うん、そう、多分醤油ラーメンで、お出汁は多分ね、煮干しと鰹節と鶏のミックスみたいなのがきっと好きなんでしょうね。でも、あ、ここ美味しいっていうの見つけられないでいます。じゃあカレー屋さんはどうですか？カレーか。カレーはね、これも本当はおうちカレー風の、うん、カレーが好きなんだけど、うん、おうちカレー風のカレーで、ここ素晴らしいっていうのをなかなか、これもまだ出てなくて、うん、インドカレーだったら、変な言い方だけど、うん、あれはキバか、キバのカマルプールっていうインド料理屋があって、そこまで行くの？うん、行く。で、そこのカレーと、で、そこはね、うん、あれが素晴らしく美味しいの。チーズクルチャ、チーズナンみたいなのが。で、それとの合わせ技で、よし今日はカレー屋行こうって言うと、自分の意思でお店選べるときはカマルプール行くとか、ね、うんうん、それでほら、ハトさんはお酒飲まないじゃないですか、うん、カレー食べながら何飲むんですか？水か、たまにラッシー飲む。ラッシー飲むこともある、うん、お蕎麦はどこが好きですか？蕎麦はね、これ、白金台のトシアンっていうお店が、白金台のトシアン、うん、それどういうお蕎麦ですか？まあベーシックなんでしょうね、うん、さらしなも田舎そばもどっちも美味しいで、そこそれ以外の、うん、
つまみ系の天ぷらだったりだし巻きだったりも全部美味しかった。ほら普通そこやってお酒飲みながらそれ食べるじゃない。ハト、うん、さんはお酒なしで食べるの。うん、お酒なしで。だけどそこ本当にお酒のつまみとの種類もすごく多くて、うん、年やん。うん、そこ美味しい。でお蕎麦はやっぱり盛りですか。そう、ね、僕うどんはね必ずかけうどんなの、うんうんうん、あのおつゆがあれなんだけど、うんうんうん、やっぱり東京に来て、うん、蕎麦はやっぱり盛りあるいはざるの方があの冷たい系の方が美味しいなと思います。うなぎはどうですか。うなぎは、うなぎはね、僕あの蒸してないのが好きなんです。え、じゃあ東京風はダメなの。そうだから東京で蒸してないの探すの結構大変です、うん、でそれこそ出張行った時にわざわざ足を運ぶお店が何軒かあって、うん、それはね、あ、例えばさっきの白屋のパン買いに小倉に行ったら、うんうんうん、川淀っていう店があって川淀、うんうんうん、でそこ行ったり、あと名古屋行ったらね、うん、あそこ、金山っていうところにある金山、ああ分かりました、うん、あのなんだっけ、それこそ大星さんに教えてもらったところ三福、あ、三福、三福、うん、そこはあの蒸してないパリッとやる、それいわゆるひつまぶしではないのね。うん、ひつまぶしじゃなくてひつまぶしもあるけど、うん、うなじもあって、でそれ以外だったらね、うん、あそこにも一軒美味しいとかある、あの今井浜あの河津の伊豆の今井浜にある、うん、あれ大川屋ってったかなちょっと待って、そこも蒸してなくて美味しい。本当にいろんなとこ行ってますね。え、あとじゃあもうランダムに好きな料理って言うと何なんですか。でも今ちょっと僕が聞きましたけど、いやだからそれが何の、そう、そう聞か、だから聞かれたら答えはあるんだけ ど自分からこれはっていうのがあんまりないかな。そしたらね、すき焼き、すき焼きだと、すき焼きはね、うん、ここがいい、あそこが良くないっていう序列つけられるほど、うん、あんまり食べてないかな。でもすき焼きはどこも美味しいよね。すき焼きはお好きなんですか。でほら、うん、それも関東風と関西風が合うじゃないですか。それはどっちもいい。どっちも好き。うん、あの関東風関西風でそんなに差はないと思う。おお、うん。じゃあお肉はどうですか。ステーキとかそういう鉄板焼きとか。この前茂木さんと食べたお肉美味しかったね。あ、美味しかったですね、うん、あれはね。あそこ美味しかったね。どういうお肉が好きなんですか。これも難しい。牛肉、豚肉、鶏肉どれ好きって言われたら全部それぞれ好きなんです。おお。だから言いにくい。だから年の割にはちゃんと脂の乗ったお肉が好きかな、うん、あの同年代の人間とご飯食べ行くと、うん、僕よりもっと脂がない方が、要するに、あ、もうとてもサーロインは無理でヒレだけですとか、うん、いやもう本当ロースカツなんてずっと食べてもこの10年フィレばっかりですっていう人が多いけど、それで今いいのが出ましたね。はい、とんかつ、とんかつ、とんかつといえばどこですか。とんかつね、カツで好きなの、ね、まずじゃあロース食べるんですね。まだロースが多いです。とんかつはどこがお好きですか。どこがいいかな、うん、すごく好きだったお店が、うん、みんなね代替わりしたりダメになっちゃった、あら、まあ、例えばね神田のカツマンとかね、お、あそこ、あそこはあの、うん、何軒かねあったの。いや僕昔からとんかつは好きで、うんうんうん、何軒か行きつけにしてたとかあったんだけど、みんな代替わりしたり取っちゃったりして行けなくなって。あの鳩さん大学時代からグルメだったんですか。学生時代もお金あったの、その食べ物。全然ない。じゃあ、まず都市銀行入ったじゃないですか。その後マッキンゼーに行ったじゃないですか。その頃からあれですか、お金の余裕ができて食べ始めた感じ。いやでもマッキンゼー自体はそんな楽しみのために食事に行くような時間はあんまりなかった。ああ忙しいから、うん、あのね、あ、それこそなんかこういう話の途中で無粋か分かんないけど、やっぱ週100時間ぐらい働けたのって良かったもん当時、うん、やっぱり週100時間って異常でしょ。でもポツポツいるよ週100時間、うん、労働時間、えー、いやだからおかしいですね、計算合わないでしょ。だってギリギリ限界までやった100時間で継続できるの。だってさ、どう考えても計算合わないよ。だってそんなことないよ。だってさ、
16時間6日働いて96時間だよ。そうそう、ほとんど寝てる以外は全部働いてるって。あ、そうそう、ずっと。あ、そういう時代があったんだ。あったんですね。うん、で僕独立した最初もそれぐらいでやってて、うん、実はね、マッキンゲンの子じゃないけど、うん、いや人間ってね、死ぬ前に意識失ったり倒れたりするビルトインスタビライザーついてるから安心して死ぬまで働けるね、働けるよねって言ってそうだそうだって言う子やっぱり何人もいるもん。今だとスタートアップの方とかはね、うん、そういうことある。え、その時は忙しく働いてた時はそんなにちゃんと食べなかったんですか？うん、だからもう本当に生きるために栄養を取るっていう。その時はどういうものを食べた？一番忙しく働いてた時は。あんまり印象がない。もう何でもいいから食べなきゃっていう感じ。うーん。ピザとかも食べたの？あ、もちろんピザも食べたよ。うーん。あ、だから、ね、本当に本当に何でも食べるんですね。うん。嫌いなものがない。イタリアンだったらどこですか？イタリアンよく知らないな。あの昔、うん、最近あんまり行ってないんだけど、昔ってここ美味しいなと思ってたのはやっぱりキャンティーだよね。キャンティーね、うん、我々の世代にとってキャンティーは一つ、まあ、絶対王者みたいな、うん、絶対王者みたいだったよね。フレンチだとどこですか？フレンチはね、できた時に、うん、シェイの行ったら美味しいなって思ったけど、シェイのね、うん、でもフレンチはやっぱりそれぞれ個性あって美味しいとこ多いよね。ってことは本当になんか食べるためだったら東京、今はね、これ西麻布ですけど、あてあれたらとこ行くってことですね。どこでも行くってことですね。食べるためだったら、食べるためだったらっていうそこまでじゃないけどね。あの近く行く予定があったりとか時間の余裕があったらついでに寄る感じ。鳩寮さんにお話を伺いました。